お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュララやってくんすけど、今日はね、8322、まあ、100位からですね、ちょうど。から、まあ、84目指してね、マルチやっていこうと思います。で、8385まで行ったんですね。リーチまで行ったんすけど、まだ84までは行けてないっていうので、ちょっとね、もうシーズンあと1日もないので、ちょっと頑張りたいかなと思います。で、ロイフグデッキ使っていくんですけど、環境のロイフグがね、ハンターなんですよね。ホバリングがハンターで、クエイクなんですけども、ちょっとね、こう、ミラー対決やっぱ勝ちたいっていうのと、クロスですね。トルネテスラのクロスに対して、ホバリングだとほぼ勝ち確ぐらいで勝てるのと、結構ホバが僕的にすごいお気に入りで、昔からも使ってて、環境にも刺さってるなと思って、このね、スケをヒールスピリットにしたホバ型で、やっています。というわけで、やっていくんですけど、そうですね。とりあえず今日はまあ、クララリーグのことを若干話せたらいいかなと思いますね。で、僕、これ、この動画が上がってる前日にクララリーグイーストが開幕して、僕らポノスの試合がまずあったんですけども、まあ、そうですね。とりあえず結果としては、ポノスはね、ちょっと敗北となってしまいましたね。1戦目。はい、もう開幕戦の第1試合というわけで、やったんですけども、いやー、申し訳ないですね。マジで応援してくださっていた方々は、本当に。悔しいですね。もうなんか、やっぱり、出だし1試合目は勝ちたいみたいなところあるんですけど、まあそこをちょっとね、落としちゃったっていうので、まあまだね、始まったばっかなんで、全然こう、なんか凹むような場面ではないんですけど、まあ、凹むのは間違いなく凹むんですけどね。そうですね。で、僕は今回試合一応、はい、今回出たんですけども、開幕戦第1試合の第1試合目に、なんとね、僕はもう出させていただいて、まあ、めちゃくちゃこの緊張するようなね、ポジションをね、僕は今回試合出させてもらったんだけどね。ヒースピ前に行って、ワンチャン？はい。そうもらって、そうですね。まず、ルールを知らない方のために軽く一応言っておきますと、1試合1個目が KO1。で、3対3の勝ち抜き戦ですね。で、2回目が、なんだっけ。ドラフト、トリプルドラフト。で、3回目が、最後 1V1 ですね。で、勝負が決まるっていうようなルールに、お、待って、両方ともすり抜けた。まあ。はい。というわけで、僕は今回ね、1V1 じゃなくて、まあ、KO1 ですね。勝ち抜きの1戦目に出て、まあ、アーカイブ多分 YouTube であると思うんで、クラシロワイルか調べてね、ぜひ見てもらえれば、まあ早いんですけども、まあ一人ね、まず抜くことができまして、しかもその一人も、こう、昨年のクラロワリーグの世界大会、クラロワの世界大会に出てる、チームの選手、そしてそのチームのこうなんかそのチームは3人の選手がこう中心でね回ってたチームなんですけど、その3人のうちの1人の結構ね上手い人に勝てたっていうので、こうまあそこはちょっとね個人的にはでかいところなんですけども、いや防衛なんかうめえな、でかいところなんですけども、結局ねその次 AUK 選手っていうこうまあ言ったら化け物ですよね、こうたまにいるねめちゃくちゃうまい人に、まあ、勝つことができず、まあ、負けちゃった。おー、もっと広い進した。ラッキー。うい。守って、これミニピッカー連れてきたくないな。一応連れてくるか。お散歩してあげて、連れてきたくないけどね。一応連れてきてあげて。いや、ホバリングめっちゃいい活躍してんじゃん。ホバリング出して、で、これロイフグ出して、こっちっすね。なんかいたんで。うえぇ、これ、タレが来る。タレが来ます。タレが来ます。飛べ、これ、こっちから処理しよう。で、ライト受けるとミニペック死んじゃうから。オッケーオッケー。いいや、いい。待って、めっちゃいい。あー、めっちゃいいミニペッカ。めっちゃいいファイボ。めっちゃいいファイボ。で、次のね、話、もう忘れてますわ、話すこと。AUK 選手に負けちゃったんですけど、まあ、こう、
一人抜けたっていうのは個人的にすごいでかいなと思ってるんで、まあ言ったら満足っちゃ満足なんですけど、まあもっとやっぱ抜きたいっていうのも間違いなくね、間違いなくねっていうかすごいあるので、まあ2人3人こう抜けるようにならないといけないっていうのが、まあ僕のねこう大きな課題点だったんじゃないかなと思いますね。はい、いやでかい、なんかこれはでかい、よし77でかい。でまあ僕が1人抜いて1人抜かれて、でもその後 KK がねこう去年まではこうマジで KK とすんのか、うわー何に使おうみたいなこうね敵だったわけですけど、今回味方でいますからね、はい、すごいこう頼もしいと言いますか頼りになりますからね。で KK 選手が、まあ、2番目3番目と抜いてくれて、1セット目は取ったものの、まあ、2セット目トリプルドラフト最後 1V1 も惜しくも負けて、まあ、チームとして負けちゃったって感じですね。でこの環境ももう終わっちゃうので、また次の試合からは新環境になるんで、ちょっとまた大変な時期になるかなっていう感じですよね。いやー、1試合目考えれば考えるほどこうなんかね、まだなんかモッターだったなっていうか、なんか、まあ、そこまではないんですけど、なんか悔やまれますね。だから僕とかだと特に1人抜いて、負けて、で別に KK が2人目と3人目抜いてるんで、これジャイスクラスね、正直結果は僕が何人抜いてるか KK が抜いてるから結果変わんないじゃんってなるんですけど、なるんですけども、こうなんか僕がやっぱ2人抜くか3人抜くか1人抜けるかどうかっていうのも大きくやっぱ大事だと思うんで、そこがねちょっとこう抜けるようになりたいっていうのが僕の課題点ですかね。お早くしろ、えのぐらい、いやでかい、あ待って、んだ危ない。いやジャイスケラね、この人マジでうまいんですよ。世界で一番うまい人なのジャイスケラ、勝てないっすねマジ。なんか読みウッドしたらスケアミ避けられて、なんか読みファイブをしたら逆になんかコウモリじゃないみたいな、なんかうまいっすね間違いなく。はい、という感じでちょっとね考えたくないですけど、考えないといけないですからね負けも、というふうな感じで、これあれだな、あれ厄介だな、お前どうせスケラ来るからマジで時間巻いて、おお、なんか違うな進め方が、俺の思ってたのと。お耐えるんじゃね、いい防衛だけど簡単なんないっすね。ここ一旦捨てで橋前ジェイスケラー来ても止めれる、スケルトン部隊今持ってる、うわなんでそっちサイド来んの、俺がそっち行こうとしたら変態じゃんマジ、あのマジやっちゃ射抜いてやってくんねえかな、うわーすげえ、いやこれ2周目じゃ回るっすね、うわやっぱオシャンティーすぎるだろ、よしゃすしゃすしゃすぐにオシャンティー、しゃすぐにオシャンティーすぎるだろ、いや守る、あ待ってやべ、なんでなんでなんで、おぶ、一旦行って、まあスケルトン部隊がねやっぱ最強なんですよね、ぶっちゃけこれ防衛、これに攻めウッドすると相手のスケラが止まんなくなっちゃうんで、オッケー、でもほぼ焼いてるのはできないっす、これ全然よし、いや相手ちょっとプレー沼ってきてる、いやできえできえできえ、マジであるっすよ、マジであるぞこれ、あるぞあるぞあるぞ、あやべね、終わる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 、マジアちゃんもっとちょっかい出せ、もっとちょっかい出せ、もっとちょっかい出せ、もっとちょっかい出して、ちょっかい、いやいい許容だな、許容がうめ、いやここで勝てないとダメ、来るぞジェイが逆線来るぞ、スケート舞台来い、おらうわもう予想いつも当たんねえんだよな、マジで当たったことねえこの人に対しての、すげえ避けてくるっすね、そこはちょっと分かってます、ね、やば相手絶対ミスじゃんこんな、えやばくないですかこれ、なんか相手のプレス世界一雑なんですけど、なんかすげえな、ワンチャンあるでマジで、これだって飛ばしてウッド飛ばして、これ絶対来る、うん俺のゴコスっていうの分かってるのか、いやミニペ
ビリビリお願い、事故れ事故れお願い、入ってきたー、来たー。待って、え、これね、聞いて、いつもだったら勝てないの、この人がプレイがね雑だった、マジで本当にマジでうまいの。なんか今の人とアカウントね、これ全部一緒なんですね、人がこれほぼ多分一緒だと思うんですよ。いや、でかいですね、8390。さては、さては行きます。というわけで行きやす、お願い、勝ちたい、これやばい、これもう8390がもう僕の今の歴代ベストですね、最多更新しちゃいましたね。いやー、勝ちたいですね。で、次のリーグの試合が11日かな。はい、11日に、ファブゲーミングですね。あの、日本のファブと試合ですね。僕らは多分11日ですね。はい。なので、まあ、11日もね、ぜひ、お楽しみください。という感じですかね。ちょっと。いや、上手くなりたいですね。もっともっと、なんか、もっと上に行きたいというか、ちゃんとこう、強くなりたいですね。なんかもっと上手くなったらクララをもっと楽しめそうですね。よろしく。まあ今でも十分楽しいんですけどね。ラストドリームなんだったっけ？うわ、ウォールブレイカーか。ウォールブレイカーか。いや、でもハンターコウモリだったらワンチャンいけますね。え、セットあるよな。うえ、当てていく。いや、これいいですね。で、これちょっと回収してミニ、あ、待って。回復できなかった。どんな方だろう、ハンターかな、やっぱ。ハンター型だと思うんですけどね、僕は。あ、違う、やりこぶコウモリ型だ。あ、ボムタワーある。これね、一回もロイグ飛ばしません、今から。マジで。僕は言いました、本当に。一回も今からロイグ飛ばしません。ロイグ飛ばしたらお説教お願いしたいですね。マジで。オッケー、そっけ。ロイグ一回も飛ばさない。まあ、ここはコウモリで受けられるって、多分ディガーウォールブレイカーがカウンターで来る。って感じっすよね。うん、そうですね。うわ、出た、内側ウォールブレイカー。うわー、エッティーな。オッケーオッケー。いや、でも全然いい、全然いい。これ相手ね、あー、ヤリコブリンは一回失勢ですね。相手これ、アイゴレヤリコブコウモリなんで、マジアチとホバがきついんですよ、これ。もう僕知ってます、これ。なので、もうマジアチとホバ、アイゴレマジアチホバミニペのヒースピで勝てます。一回もうロイグ飛ばしたらダメです。ライフなんかもうこれでいりません。ライフがあった飾り。こっちなんかに行ってきたらラッキーだったんだけどな。行っちゃっていいっすね。気持ち。あ、それ咲いたら。いや、これもう一個遅れてだったかな。コウモリが去ったら来ますね。ちょっとそうっすね。これ今のヒースピのタイミングカスですね。今のヒースピのタイミングをもう 0.5 秒。いや、1秒遅らせてよかったですね。そうするだけで。世界は変わってましたね。うわー、ニコスウォールブレイカーとか来たら萎えるな。すげえ攻めしてきますね。いや、すげえ攻めしてくるな、マジ。うわ、ポイズンに浸らせるよ。やべ、待って、なんか雑、もうもっと低めでよかった。あ、まあ、残れ残れ残れ。うわー、ちょっと待って。なんかうめえな。さすがにね。さすがにうめえな、知ってんだけど。一体逃げるよね。オッケー。で、これ絶対ここにポイズン打ってくるから。で、これにヒースピつけて、コウモリ？コウモリ、コウモリ。コウモリ、来た来た来た、ワンチャル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 、残る残る残る、なんで残んないの君、やる気がないでしょ絶対。あー、待って、やっぱうめえのか、ちょっと待って待って。いや、これね、盲点に負けたんすけど、うわー、ワンチャンも与えるか、うわー、くそ。いや、やりますね。盲点に、もう、あれだっつうな、もう、ファイボが到着するか、ウッドが到着するかの 0.1 秒ぐらいの差で負けたんですよね。いや、ちょっとやりますね。いや、悔しいな、これ。オートで引いたら、35引いたら届いちゃうので、
ちょっとね、ここの一戦にかけたいと思います。いやー、行きて、8-4行きたいですね。てかまあ、明日もまだあるので、まあ、ぶっちゃけ8-5行きたいですね。8-5行けたら、結構僕としてはもう満足ですね、今シーズン。8-5が、まあ、最終目標。という感じですね。で、これ、マイクワークか。マイクワゾースキーアクが、今、まあ、8-4リーチまで最低行ってて、もう一個の、そう、ラットの方のアカウントも、8-4リーチなんですよね。8-3、ん?リーチかな?わかんないけど、5-0か7-0ぐらいまで行ってて、エリゴレでね、公式戦2連投したエリゴレで、そこまでね、一応上げましたっていうので、いや、ビースト。ビーストなんだ。8-2ちょっと低いな。ビーストなんだ。相手のデッキはわからない。タル、うわ、スキラかな?遅延スキラっぽい顔してますね。タルって遅延スキラ以外ありえんのかな?遅延スキラですね、これは。こちら高めの方までいいかな?高すぎかな?これ。アイスつけたら5っちゃう。うわ、当たんね。ちょっと待って。いや、これやべ。オッケーオッケー。一回止めて。オッケーオッケーオッケー。まあ、ここは一回あれっすね。やべ、待って待って待って、やべやべ、プレイが。やばい、プレイがやばい、プレイが、ね、待って、ちょっと待って待って、これ、アイゴ連盟して、タグ頑張って取ってもらって、オッケーオッケーオッケー。ふぅ、で、これも正直一緒っすね。これ、ローエフデッキなんですけど、相手がボムタワー持ちの場合、ローエフ飛ばさないっすね。基本的には。飛ばしたとって通んないんですよね。ボムで1アド取られるだけなんで。基本的にアイゴレミニピョホバー。で、ホバーとかが真ん中とかにいるとかならば、まあ、ワンチャンログ飛ばしてもいいとかっすね。もう基本的に飛ばさないっすね。ログ飛ばしたら負けます。アイゴレミニピョ作るだけでだるい。で、ワンチャン抜きたいけどな、あれ。ワンチャン?ああ、トルネなんだ。で、タルか。ああ、うまいっすね。やっぱうまいですね。まあでも、今ちょっとペースとしては悪くないですね。で、ここもう一回同じっすね、正直。同じことを僕はするだけで、回転がちょっと僕の方が早い。鬼回し。これ両方当たるな。おい、めっちゃ行くね、俺。ちょっとやばいよ。やりすぎちゃったかな。やべ、こっちの方がダメージ受けちゃった。なんで?なんで俺が攻めてるのに攻めてる俺がダメージ受けてんの?これ、マイクロミニペして、ユニット咲かせて、入れきます。あ、待って。行き過ぎ、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 行き過ぎ。ちょっと待って。下手、下手、下手、下手。ちょっと、あ、待って、ボム咲いた。ボム咲いたな。みんな、あの人ボム咲いたぞ。いけるぞ。って言ったら、相手も来た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 。ウッドで、いい感じに頑張って、ヒースピの使い方ちょっと下手かな。さっきからめっちゃボムタワー咲いてくれるんだよ。これ。マジで。どうする?ワンチャンあるんだよね。これマジで、ワンチャンあるっすからね。これでなんかユニットも一個咲いて、早く解けろ、早く解けろ。早く解けろ、ワンチャンある、マジ。マジでワンチャンある。これでないと?え、ワンチャンある、マジで。で、ミニペ回復しろ。待って待って、マジでマジでマジで。来た。来た。待って待って、来た。え?来た!うまっ!ちょっと待って、うまくね?うまいのか、今のは。ちょっと待って、相手がなんか、やっただけ?いや、今のすごくないですか?誰もが負けたと思いました。まあ、ちなみに僕もね、さすがにここで終わっちゃうと、あと一戦でなっちゃうんで、ここ行ってね、負けても勝ってもね、終わろうかなと思います。なんで今日はちょっと若干長めの動画になってますが、お許しください。もうマルチですね。もうシーズン終盤最後マルチ。頑張りたいですね。そして眠くなりましたね。で、あともう家で引きこもるために、言ったな。コーラと、三ツ矢サイダーの、なんかちっちゃい缶みたいなやつを30缶ずつ Amazon で買ったんですけど、コーラが、僕は結構大きい自販機とかであるようなやつを想像してたんですけど、160ml で、めっちゃちっちゃいんですよ。なんかもう、
何もうミニコーラみたいな、そうミニなんですよね。だからいや俺が求めてたのと違うねんっていう感じのをねちょっと頼んじゃったんですけど、うわうわラバルだあぶれあーこれーさっき負けたんだよなこれマジラバル、このウッドで耐えれるかな。1、2、いやマジつれー、いやマジつれー、これつれー。サンガゴ、サンガゴ来てくんねえかな。縦線がうん、ちょインディーになってる。待って待って、タギがタギが神、タギが神、タギが神なんだけど何されてもきちんだな。5打ってくんねえかな早く。うん、いやそれは美味しいんじゃない、これだって5だけで一掃できる。え、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。待ってワンチャンある。え、待ってラバドラドラ、ラバドラドラ、え、なんでラバドラドラなんだ。ババか、ババラバドラドラ、なんで。ちょっと待ってワンチャンある、マジでマジでワンチャンあるんだよな。すいません今マジアちゃんのタゲ取ってるんで、この間にババカモン、オッケーオッケーオッケー、いや美味しい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 、で別れろ、オッケーオッケーオッケー、別れたら無視できる。でここでロイフグ飛ばすとインドラ強化なっちゃうのでホバまでつけちゃって、あー待って最悪ディガーのタイミング、いや待ってファイブあるよこれ、ミスった。まあいいやまあいいまあいいまあいい、回復して、いやいいね、豚回復しろ豚回復しろ、ナイス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 、いやできるできるできる。でここちょっと行っていいですね、ギャン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 行って、もう肉取っちゃって、あーもう邪魔邪魔邪魔、回復して回復して、お前、うん、なんで回復しね、あ待って、いえいいタイミング、うん、これ一回守んないといけないな。てか相手あれだな、なんかちげえな俺の持ってる方とデッキが。ラバホリーっすね、おーやべ、ちょっと待って、うわー最悪ミスった。え待ってやべ、負ける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 、いや耐えれる。あーベイビー、やべやべ、待って待って、なんでなんで全面戦争してんの、全面戦争、耐えろ耐えろ耐えろ、ユニット1やべ、ユニット1やべ、いやベイビー、なんでなんで、なくんな、なくんな、待って待って最後、待って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 、うわもう、あーちょっと待って、これ勝てたっすね。えラバルじゃねえのか、いや入ってんのかな、いやなんかうわーうわーって感じっすね、これ。なんか勝てそうでしたね、試合が。いやー、もったいねえなー。というわけで、明日8号行った動画出すんで、楽しみにしといてください。おいしょ、そうした。お疲れ様でした。バイバイ。